シュガエフ脱離とは、有機化学における脱離反応の一種で、O、アルキルキ酸と原酸エステルを熱分解して、アルケンを得る反応のこと。あるいはその反応を鍵として一級アルコールから、アルケンを得る脱水反応のこと。この名前は、ロシアの科学者、レフ・アレクサンドロビッチシュガエフにちなむ。まず、アルコールから塩基で発生させたアルコキシドニに、硫化炭素を作用させると、O、 アルキルキ酸と原酸アニオンができる。この時、ードメタンを共存させておき、S、メチルエステルとする。このエステルを摂取200度程度に加熱すると、可視器のように競争的な新脱離が起こりアルケンが得られる。六因環状の繊維異状態を経て、β、炭素上の水素原子が、溶状へと1、5点にする。アルケンと共に複製するエステルは、 続いて硫化ーカ,ーカルボニルとメタンチオールへと分解する。チャガール、エルバー、DTSCH、ケン、ジャス、1899、32、3332。ありがとうございます。